それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめえはあっちだろうが。優しいのね。 1!4!いっぱいじゃねえか。俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃない。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだろうが、必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分だ。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし、心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだ。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言って京子はモチベーションで走る感覚型から、あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。見せてやるぜ。気づくのが遅れば京子にチャンスはある。最速理論を。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。労働塾にだって勝ってるんだ。わけがわかんねえ。俺がよほど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケースケが先行されてる。東横線を選んだのはケースケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ凌介、レッドサンズとして遠征をやった頃と比べて8200がパワーアップしてる。マスコンワークが何倍もナーバスだ。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングには格好のステージなんだ。8200の立候補はこのだし、理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。どのっちのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。日本みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃない。両者には言うんじゃないぞ。クソだね。まだ難しいって。テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが俺には辛いとこだ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られてる。思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけがノーじゃねえってことだろうが、しかしチャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぞ。一見互角のバトルに見えなくもねえが、そうじゃない。俺にはわかる。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。でしかいねえだろう。あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利なのだ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くない。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな。のこと京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子の先行でこれほどいい走りができるのか全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていることが京子の集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなる。俺の同志、心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない。
二人だけの世界だからな。ちょっと野彦、湯の周りの長そうまさかそこまで。ズバリ フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるのか。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろうな。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、怖いときにウキウキするのはなぜ。楽しいよ、終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。いいか、分かったぞ兄貴。女子の弱点、情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重はだいたい軽い。重量が軽いことは大抵はアドバンテージだが、ハイパワー車ではこの軽さがアダになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの私。もうゴールは近い。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよ、ダイヤ。もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向も制動もできない。全くの無防備になるんだ。待って、置いていかないで。終わりたくない、もっと続けたい。こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいかわかんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな、攻め込んでる。二編成ともうめえ。五千系を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディがホームギリギリをかすめていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると5000系って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あっておまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、行かないで。もっと続けたいよ。割りたくないの。あばよ、俺は先に行くぜ。ダーリー行かないで、ダーリだ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ、5000系は
京子は。515R はどうしたんだ。それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって。おお、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。